アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生第131回。赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。まず1人目は匿名希望さんです。女の子の赤ちゃんです。赤ちゃんの可愛い泣き声から始まります。元気な泣き声を聞いて院長先生も嬉しそうです。コメントはパパと小さいお兄ちゃんです。それではお聞きください。ゆうさお疲れ様。元気な赤ちゃん産んでくれて本当にありがとう。いっぱい愛情あげて育てようね。ママありがとう。ママありがとう。ママありがとう。はい、とっても元気な女の子の赤ちゃんですね。みんな思わず元気ですねって言ってましたけれどもね。お父さんも、そして小さいお兄ちゃんもとても可愛かったですね。お母さんがきっとね、お家戻ってくるの待ちわびてますでしょうから、これからも楽しいね、思い出いっぱい作って、みんなでね暮らしてください。出産おめでとうございます。続いてこちらは松下奈美さんです。男の子の赤ちゃんです。スタッフさんや院長先生にサポートされながら頑張るママ、無事に出産して元気な泣き声が聞こえます。お姉ちゃんが驚いて泣いてしまったようです。コメントはパパとお姉ちゃんです。それではお聞きください。生まれてきますよ。少し力入れてよ。はい。うん。そう。あ、近いよ。近い。握手。はい、両手出して。生まれてきてくれてありがとう。これで兄弟2人やね。そうなんです。そうなんです。かわいい鳴き声でしたね。とっても一生懸命泣いていたね。なんかすごく、あ、なんか可愛いなって思いましたね。そしてお姉ちゃんですか。お姉ちゃん自分の名前を言っていたのいいね、また可愛い弟が生まれましたね。お父さんもお母さんも皆さん出産おめでとうございます。最後にこちらも匿名希望さんです。元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、勢いのいい泣き声にママも喜びの声を上げています。コメントはママとパパと小さいお兄ちゃんです。それではお聞きください。ありがとうございます。少し休んで。
ちゃんと生まれてきてくれてありがとう。明るく元気に優しくと、お姉ちゃんのリアとも仲良くしてね。で、パパとママのところに来てくれてありがとう。これから家族4人で仲良くしていこうね。ママより。おめでとう。みゆちゃんおめでとうして。おめでとう。ママお疲れ様して。ママお疲れ様して。ママお疲れ様です。みゆちゃん生まれてきてくれてありがとう。とってもお母さんからの思いのこもったメッセージでしたね。これから家族皆さんで4人で楽しく仲良く過ごしていこうねって言ってましたけれども、とっても元気な赤ちゃん、これから皆さんで大切にね育てて過ごされていってください。出産おめでとうございます。それでは続いて教えて北条先生のコーナーです。今回で第66回目となります。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、私上条美希の対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回はですね、リスナーのルドルフさんからの質問、先生は母性本能についてどう思いますかという質問への回答となります。また出産する時の和痛分娩無痛分娩についてもお話しいただきました。それではお聞きください。続いて、はい、ルドルフさんからの質問です、はい、先生は母性本能ってどう思われますかということで、はいはい、まあ、母性本能は、私にあるとか私にないとかね、もう考えずにね、後でこうついてくるものだと思うからね、だから何て言うかな、母性本能は私にないから、だから子供は嫌だとかね、作りたくないから結婚しないとかじゃなくてね、ぜひね、そこは考えずに、好きだからこの人と結婚したいで結婚して、で子供ができたら頑張れるからね、今もさっきちょっとお産があったけどね、はい、私には絶対無理だと思ったのに、先生こんなに生まれて、赤ちゃんが生まれてこんなに幸せだとは思わなかったって言って、ね、今お産ちょうど終わった人がね、お父さんと二人で、ね、こう感想を言ってくれたんだけどね、初めてのお産だったんですか。そうですね、私には産むなんていうかな、資格もないじゃないけどね、私にはそんなのはないみたいな感じで思ってたのに、いざ今日こうやって本当に産んでね、こんなに赤ちゃん生まれて抱っこできるのがこんなに幸せだとは思わなかった。そこからでいいんですよ。そこから母性本能がね出てきたらね、十分だと思うしね。そうですね、あ、面白い、この母性の母って お母さんの母なんですけど、じゃあこれは別に男の人でもできるっていうことですか。いや、僕はそう、もちろん不正だって同じだと思いますね。お父さんもね、もうわーわー騒いでる子供を見るのが嫌だから俺には子供無理だってね思う人もいるけれども、我が子が生まれたら違うよ、やっぱりね、何もかも可愛く思えちゃうよね。僕も子供にしっこ顔にかけられうんちも勢いよく顔かけられたけど、オッケーってね、ちっちゃい頃は、ね、そういう風になると思う。やっぱりそれが母性だったり不正だったりね、で、まあ、僕のところは和痛分娩ってちょっと痛みをコントロールする、分娩方法をやってるけれども、まあ、東京にいた時にちょっと無痛分娩ってね、完全に痛みをなくしてしまうね、そういう、分娩方法もやったことあるけど、やっぱりちょっとあんまりね、こう苦労してやっぱり産んだ我が子ほどやっぱりね、愛情がね湧くというかね、絆がボンディングがやっぱりね、母子ができると思うから、ちょっとそれで今無痛分娩は僕ちょっとあんまりもうやらなくなったよね。そうなんですね、やっぱり完全に取ってしまうと、まあそういうね、本当にもうメンタル的に痛みにものすごく敏感でね、どうしようもない人はやっぱりやっていいと思うけど、普通のね、
日本の文化で育ってる日本人であればあのそんなにねあの自然分娩絶対大丈夫できる、僕らだってねもう僕らの親だってそうだけど親から母親からみんな生まれてんだからみんなお母さんであればお産は絶対できるからね、うん、あのあんまり怖い怖いと思わずにね、うん、あの頑張ってほしいと思うしね、うんまあ、痛みを取ることが決して悪いことではないけれどもね、うん、きちんとやっぱ僕はその後やっぱよく言う、ね、腹を痛めて産んだ我が子って言い方するでしょ、だからそこはねぜひ少しはこうねあの産むためのこの努力苦労だったりあってもいいかなと思う、ね、そうですね、うん、お母さんの痛みが無痛であの出産できたとしても、うんうん、きっと生まれてくる赤ちゃんまでは聞いてないですよね、そうだね、うん、2人で頑張った方がいいですよねきっとね、うん、そうね、まあ、あの無痛分娩もちろんねあの絶対否定するわけじゃないよ、うんうん、ただ、まあ、僕はとりあえずこの病院では、まあ、和痛分娩までかなとね、うん、そういうところでね、うん、少し痛みを下げてあげることで、まあ、一緒に我が子とね、うん、父と母とでね頑張ってくれればいいなと思ってます、うん、そうですね、はい、あ面白いでした。はい、今回はあのリスナーのルドルフさんからの質問、母性本能についてどう思いますかっていう質問だったんですけれども、開口一番、僕は母性はって言ってたけどね、男だからって言ってたけどねでもね、あの母性本能が私にはあるのかなとか、赤ちゃん生まれて本当にこの子愛せるのかなって心配しないでって言ってたね、ちゃんと好きな人との子供だったら愛せるからっていう言葉でしたね。なんかおおいいねって思いました。私もちょっとなんか私って母性あるのかしらとか思ったりしたからね皆さんもぜひね、疑問質問北条先生に聞いてほしいこと、お悩み相談でも ある方はぜひFM 小座までメッセージお寄せくださいね。アドレスは 761@fmkoza.jp です。ルドルフさんありがとうございました。以上、教えて北条先生のコーナーでした。それではメッセージを紹介します。ラジオネームちゃんおかさんです。ミーキーメーグー、おはようございます。今日のテーマ髪の毛ということで、赤ちゃんの髪について面白い話を聞いたので紹介します。妊娠中、お母さんのお腹が毛深くなったら生まれてくる赤ちゃんの髪の毛が多いという話らしいです。ミーキー、一度北条先生かミーキー自身アイルディスクリニックに行った時に妊婦さんたちに聞いてみてということで、これね、あの先ほどもちょっと紹介したんですけれども、面白いなと思って今日のテーマ髪の毛でお届けしたんですけれども、これはちょっと北条先生に聞いてみましょうね。ちょっと不安だったんですよ。赤ちゃんを産んだらミキもともと髪の毛が抜けがちだからハゲになったらどうしようとか、毛深くなったら逆にどうしようとか、まあ、もしかしたらね、もう自分の我が子が生まれたらもう可愛すぎて可愛すぎてそんなこと気にならなくなるかもしれないけれども、産む前っていろんな悩みが尽きないもので、この毛の悩みもしかりなんですよ。これはめぐみさん今度聞いてみましょうねちゃんおかさん、メッセージありがとうございました。大塚健二さんがこのコーナー好きっていうコメントいただいてますね、ありがとうございます。それではここでアイレディスクリニックより第3回絵画写真コンクールのお知らせです。このコンクールは絵画や写真を通してアイレディスクリニックの理念であるお母さんの幸せ、それは家族の幸せをより広めたいという思いから毎年開催しているコンクールとなっています。今年のテーマは出産の喜びです。出産の喜び、皆さん自分の体験されたことでもいいですし、自分が生まれた時のことでもいいですし、また旦那さんの場合は自分の奥さんの見てとかね、家族のこととか、皆さんの出産の喜びの
絵画写真お待ちしています。入賞者の方には豪華記念品を贈呈されるそうです。これ10月31日までで必着でですね、プロアマー問わずとなっています。表彰発表は11月23日水曜日、アイレディスクリニック同窓会この指止まれにて発表されます。皆様からの素敵な絵画そして写真どしどしお待ちしています。お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニック。アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は761@fmkoza.jp まで。このコーナーはお母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。時刻は9時49分50分になりました。それではもうエンディングですね。メッセージ届いているので紹介したいと思います。こちらじゃない、こちら。ラジオネームちゃんおかさんです。ミーキーメーグおはようございます。今日のテーマ髪の毛、理髪店で髪を切ってる時にお店の人がお客さんに話題を振ってくるじゃないですか。 ありますね。隣の客には今日はお休みですかとか、最近の芸能人はみたいな話をしていたのに、私と話す時の第一声が、牛って工場でどんな風に裁かれるか知ってますかだったんだけど、知らねえよということで。なんかね、私のお姉ちゃんもね、美容して働いてる時あったんですけれども、やっぱりね、その人に合わせて会話考えてるんですよね、きっとね。美容室の人っていろんな人見てるでしょうから、ちゃんお母さんにはこの話題がいいなって思ったんじゃないですか。牛って工場でどんな風に裁かれるか知ってますか。いやー、ちょっと興味深い話ではありますよね。おはようございます。興味深い話ではありますね、これね。考えたこともなかった。そういう、今度行ったら聞いてみてくださいよ。そして詳しく教えてくださいよ、何から先とか、そういう話がちょっと聞けるかもしれない。そして続いてこの方、チャライ AKB ファンさんです。 Hey you! メグミーキーマイオアシスお聞きのリスナーの皆さん、ということでおはようございます。今日のテーマ髪の毛、俺はですね、安いシャンプー使ってるから髪の毛が抜けまくり、大好きなあの人から勧められたシャンプーをお試し品で使ったら高いだけにやっぱり良かったです、ということで、髪の毛薄くなってきたようなリクエスト、剥ぎかけた俺とかけまして、ただ働きと解きます。その心は儲けがないでしょう、以上だ。今日のメグパンはいちごクリームパン、ということで、あ、ちょっと今日うまいじゃないですか。儲けがないでしょう、もう毛がないでしょう。シャンプーね、私はね、だいたい匂いで選んでしまうんですよ。匂いフェチでして、ちょっとでも嫌な匂いがしたらさ、もうシャンプー1回しか使いたくないシャンプーとかあってね、嫌なんだよね。でももったいないから捨てきれないけど、あの、今はね、緑色のシャンプー使ってる、名前忘れたけど、とってもいい匂いがするわけ。甘ったるすぎる匂いはあれなんだけど、やっぱ髪の毛シャンプーありますな。めぐみさんはシャンプーのこだわりってありますか？そんなにはない。うん、合う、あ、そうだよね。このシャンプー使ったらちょっと髪の毛が落ち着くとか、
なんか調子がいいとかありますよね。あ、わかりますわかります。メッセージありがとうございました。あ、娘は脂漏性湿疹で髪がほとんどなく生まれてきましたって大塚健二さんが言ってますね。奥さんひどくがっかりして他の思い出したって、あ、っていうことを思い出したって、入念に髪洗ってたっけ、数ヶ月で通常に戻りましたということで。そうなんだ、いろんなことあるんですね。脂漏性湿疹初めて聞いたね。ね、お届けしている曲は大塚健二さんリクエストでキロロで生きてこそです。生きてこそいいですね。ということで、あと 2,3 分で終わるんですけれども、今日のメグパン正解は何だったんですか。なんとかクリームパンがヒントでしたけれども、はい、今日のパンは、うんうん、パンの話したとたんの笑顔よ、まあ、違うの、あのね、うん、パンの話というより、うん、正解者書いたのよ。本当、ツイキャスでチラって多分ピキさん読んだかどうかわからないけど、え、本当いたのよ。だからちょっと嬉しいなと思って、うん、初めての発表となりますな、ね、なんだかんだ言ってさ、うん、来週っていうかもう、うんうん、ね、今月末はあれじゃない、うん、あのハロウィンじゃない。そうですね、そうそう、ちょっと早いけど、それに乗っかってね、かぼちゃのね、かぼちゃのクリームパンでした。誰だった、なのでね、誰だったかな、うわ、いたよね、誰か書いてたんだけどね、 2,3 人いた気がするよ、かぼちゃクリームパン。そうそう、ルドルフさんだったか、うん、ちゃんおかさんが何個目かのあれだったか、マジか、忘れちゃったけど、後で調べて発表しましょうね、うん、これ当たったらどうするの、だったらどうしようか、考えたこともなかったね。本当だね、うん、まあいっか食べてください、じゃあ同じものをめぐみさんと同じものを、はい、食べてください、食べてくださいちょっと考えとこう。ということで、うん、初めての初当選者が出ました。今日のメグパンはかぼちゃクリームパンでした。やい、いい日になりそうですね。この後10時からはカフムイラジオチムビラをお送りします。今日も一日 FM 小座でお楽しみください。10月21日金曜日、今日のマイオアシスもこれまでです。お相手は上条美希と FM 小座池城めぐみでした。今日も素敵な週末、今日からか、お過ごしください。それではさようなら。